福島の酒をそのテイストを例えば語るのであれば、香りが高いものであれば、まずはあの梨のような香り、これはあの洋梨でもあって和梨でもあって、あのアジアンペアでもあの本当に普通のペアでもあるし、あとはリンゴのような爽やかさ、特にその青リンゴのような爽やかさがあって、その後にあのブーケのような華やかさもあって、ものによってはあの熟成させたあのオークの樽のような、これはもうウイスキーとかそういったものもそうですけども、そういった香りもあって、あと後味にはあの舌の上に残るような旨味など、まあ、これは本当にワインと同じようにいろんな香りと味があるんです。でその日本酒ごとにそれぞれいろんな要素をこう細かく持っていて、それがこう合わさった味になっているので、まあ、例えばワイン一つとってもその土の匂いだけが好きっていう人もあまりいないけれども、やっぱりそれとの組み合わせなど、やっぱりそれが芸術的に組み合わさっているのが福島の酒ですので、これはもう本当に味わっていただきたいです。日本のお酒って結構一言言っても流派がいっぱいあって、まあ、例えばすごく大きく分けると、あの例えば丹波杜氏、越後杜氏、南部杜氏っていうその地域ごとの作り方のその流派があるので、それごとに大きく味が違うんですね。でその南部杜氏って言われるのが、あの東北、まあ、岩手県などを中心とした福島も含まれてるんですが、やっぱりそちらのものですと結構その米の香りとかそういったものをすごく引き出すので、まあ、いわゆるその食前酒なんかに向くようなお酒とか、そういうすごく華やかなお酒なんかがすごく多いんですね。で、まあ、お酒っていうのもあの例えばその米を磨くようになるんですけども、まずその米がまず玄米があって、それはあの普通食べる時というのは、まあ、その玄米の部分だけを削るようになるんですけども、お酒の場合だと外側の3割を切って、まあ精米場合 70% って言われるもので3割削る。で例えばその香りが高く出てくるようなものだと、もうそれこそ6割くらい削って、もう 40% くらいまであの米をもう減らしてしまうんですね。でもそうしてあの厳しい環境の中であの熟成をさせることによって、発酵させることによって、あの日本酒っていうのがその例えばフルーツのような、まあ全然このブドウとかそのワインの、 あの果物みたいな甘さが最初はないんですけども、そういう果物のような香りっていうのがすごく立つようになってくるんですね。そうですね、まあ、まずそのセシウムとか放射線量とかそういったもの非常にこう多く言われるんですけれども、まずあの福島の米というのは全て全袋、あの売りに出すもの以外にも全てのものが検査されています。でその中でそのセシウムっていうものが100ベクレルっていうもの、1キロあたり100ベクレルを上回ったものっていうのは絶対にこう出荷させないっていうものになっていて、あの現在その全て1000万袋以上を検査してもその100ベクレルを超えたものというのはありません。ちなみに参考ですが、例えばアメリカの基準ですと1200ベクレルパーキログラム、日本は100ベクレルパーキログラム、あの日本の政府が極端に厳しい基準にしたんですね。でもその基準ですらも 99.999% 以上が一袋もオーバーしていないばかりか、その 99.999% 以上がまず ND 検出限界値未満っていう数字になってます。でまずその先ほど言ったようにお米は削るものなんですね。であのセシウムというのは仮に残っていたとしてもお米の一番外側についてきます。でそのついてるものを削ってしまうのですから、実際に食用のお米ほとんど削ってないものでさえも食べるまでに約10分の1まで低下します。ましてやお酒となってくると外側何十パーセントも削ってくるのですから、まずそういった危険というのはありません。それでもフィルターをかける人はもうしょうがない、その人は除外、うん、まあもったいないですけどねこんな美味しいの飲めないってなんてもったいない本当にねえ、まあいやお酒に弱い方もいるからそれはしょうがないんですけども、お酒が好きなのに福島のお酒を飲まずに、あの酒ってこんなものなのかとか、それはもう本当にメニューのワインっていうだけを飲んで、これがワインの全てと思うくらいにもったいないんですよ。やっぱりあの美味しいものは正義です。あの福島には実はすごく美味しいものがあって、日本はその四季とか厳しい自然もあるんですけども、それはやっぱり美味しい食材であるとか
お酒だとかそういったものをたくさん生み出しているので、ぜひこれを本当に味わっていただきたいんですね。特に福島の酒というのはその香り高さがすごく持ち味になっていて、で福島の酒と一言言っても福島ってすごく広い、まあ、海外から見たら狭くなっちゃうんですけども、福島は日本で北海道岩手県それの次に大きいところになりますので、で元々はその地域別々の地域だったところがもう半ば無理やり一つの地域にさせられてしまったので、文化なんかもすごく多様なんですね。で例えばその会津の酒っていうのはすごく有名で、こういう会津の酒っていうのは特にその香り高さとか上品さがすごく際立つお酒なので、やっぱりその香りを楽しめる。で例えば中通りのお酒、二本松のお酒なんかになると米の炊きたてご飯のようなこうほかほかに炊いたご飯のうまさ、まあやっぱり例えば海外の方で言えばパンなんかを焼いてベーカリーで焼いたばっかりのその家庭のほんわかとした味、ああいうのがやっぱり味わえるようになってます。で例えば浜の方に行けば海の幸もいっぱいあるので、そういったものに合わせやすいもの、あとはやっぱりその肉料理にも合わせやすいもの、まあ、実際その日本酒っていうのは実際のところワインに非常に似ていて、やっぱりその地域とか作り手、あとその作る米、そういったものによって味がやっぱりだいぶ変わるのと、その実際にその合わせる食べ物、そういったものとのマリアージュ、これがすごく重要になってきます。海のものには後味がすごくこうキレがいいもの、余韻が少ないようなもので、インプレッションが強いもの、もうインパクトが強いようなもので魚の生臭みを消すこともできますし、あとは強い肉料理にはそれに負けないくらいの力強い味わいのあるお酒、まあ、例えばに日本松のお酒とか郡山のお酒、そういったものは本当にフルオーケストラのようなダイナミックさがあるので、そういったものを合わせていただくともうそれこそステーキにだって合わせられます。ただ残念なことに日本酒っていうのがワインに比べてまだ世界であまりにも知られてないんですね。で例えばその今日本酒ブームというのがありがたいことに海外でも、まあ、ヘルシーさとかそういったものと一緒に広まってるんですが、それに対してその日本酒っていうものに対してただ酒ってだけ言われるだけであまりにもこのくくりがちょっと大雑把すぎる。例えば海外の美食家グルメの方であればすごく上等なコース料理が出てきた時にメニューにレッドワインはホワイトワインだけしかなかったらすごくがっかりすると思うんですね。でも今海外だと日本食が出てきた時に酒、つまりそういうことなんですね。で特に福島のお酒というのは日本でもあまり知られてはいないんですが、この新酒鑑評会金賞の数が4年連続で日本一、それだけじゃなくて実はこの10年間で1位と2位しか取ってないんです。1位でなかった時も2位なんです。そこまでやっぱり高いレベルでお酒がある。でしかもその同じ県内であっても味が偏らないんですね。フルオーケストラのようなダイナミックなお酒からソロで楽しむソリストを楽しむようなもの、あとはカルテット、こういったものを楽しむようないろんな味わいと、特に春夏秋冬ごとに美味しいものも変わりますし、まさに本当にワインでいうところのカリフォルニアでありボルドーでありブルゴーニュであるんですよ。ですからその作り手ごとの伝統的なその技法、あとはやっぱり最新の科学的なところから基づいたやっぱりその酵母とか発酵学、そういったところの先端でもありまして、何よりもその先ほどの新酒鑑評会、これは一つの蔵から一つしかお酒を出せなくて、でしかもその中で金賞を取るのは非常に難しいんですね。まずは金賞の前段階の入賞っていうものでさえもその各蔵一つしか出せない酒の半分が落とされてしまうんです。で残った入賞のものの中からまた半分が落とされて、出したものの4分の1程度しか金賞は取ることができないんですね。ですからこれだけ都道府県があって金賞が全然取れないっていう県も珍しくはないんです。その中で福島は圧倒的に金賞を取ってる蔵が、しかも毎年取ってるような蔵なんかもたくさんあるので、やはり技術的なところでも本物ですし、あとは
日本酒の世界というのはその冷やして飲むその温度もどのくらいの温度に冷やすのか、雪冷えとか花冷えとか、あと逆に温めて飲むこともできるんですね。人肌感だとかぬる感だとか熱感とびきり感、それによって味わいもだいぶ変わるので、一つのお酒でもその料理との合わせ、温度との合わせ、非常に奥行きがあって面白いものので、いや飲んでください、本当にもったいないですよこれ知らないの。そのマリアージュを楽しんでいただくと、やっぱりそのワインなどと同じように、もちろん私はワインも大好きですよ。例えばカリフォルニアなどのワインも非常に美味しく飲んでますし、ただそのワインが好きな方が日本酒をただの酒ってしか知らなくて楽しめないのは本当にもったいない。これはやっぱりもう少しこう広げていただいて、特に福島の酒というのはその中でもすごくダイナミックなものから繊細なものから多様性があるので、これを楽しんでいただければと思ってます。それはもうなんていうか、フランスのボルドーの人にワインを聞いたら、ワインはやっぱり彼らの誇りですし、アメリカで例えばひいきのフットボールチームのこととかアメフトのチームのことを語らせたらファンはいっぱい語るでしょ。同じように日本酒も、特に福島の日本酒は福島以外にもファンがいっぱいいるので、やっぱりこれを知った人っていうのはやっぱり語りたくなるんですよ。まあこれに限らず福島の食べ物、いろんな文化っていうのは生活に根ざした誇りなので、だから原発事故が何を奪ったかっていうのは、健康被害っていうのは国連でも言ってるように、そのものによる健康被害はないんです。ただ自分たちのこの文化に対する誇りだとか尊厳、そういったものを奪ってしまった。これは実は報道もそうなんですよ。海外では例えばその福島が危険だっていうふうに言って、実際に現地に取材にも来ないで、この間は CNN とかガーディアンでさえも実際の現実とは違う創作したファンタジーをそのまんま流してしまったんですね。ですからやっぱりもう少しその取材とかそういうのも含めて本当の福島を見てほしいし、そういったアイコンとしての悲劇とか怒りとか政治的なものではなくて、普通に一緒にこう暮らしてる同じ人間ですので、特別な場所ではなく、でもただちょっと美味しいものはいっぱいありますよ。美味しいものはいっぱいあるので、やっぱりそういう福島をネガティブなものだけではなくて、普通の同じ人間で同じ地球上に同じく暮らしてる人がいるんだよということで、でやっぱり愛してもらいたいなっていうのはありますね。実際本当にワインと同じように楽しめるので、知らなきゃ損ですよ。見ての通り美味しいもの大好きですので